リンの谷のローアンは、エミリー・ロッダ作の児童文学シリーズ。日本では、オーストラリアの現象、佐久間由美子が訳しており、アスナロ書房から出版されている。絵は、佐竹美穂。弱虫で怖がりな、爆ー係のローアンが冒険をし、少しずつ成長していく。勇敢で屈強な人が多い。たまに、ローアンのように、弱々しいものが生まれるが、 勇敢をゼとする人が多いためか、いじめを受けることもある。また、そのようなものは、バクシャーの世話係になることが多い。実は、先祖は、黄金の谷に住んでいた人々。その人々がゼバックの奴隷にされ、おとなしい人々はそのままゼバック国の奴隷を、していたのに対し、三百年前に屈強な人々は、記憶を消されて、戦いに駆り出されたが、戦地でぜ。 バックに対して反乱を起こした。その後に林の谷に住むようになり、現在に至る。大昔よりいろいろな場所を放浪する人々。彼らの訪問時にはまず先駆けと呼ばれる集団が空からタコを使ってくることになっており、訪問時には物語、音楽、踊りが披露される。林では彼らを無用者と呼び信用しない人々もいる。視覚と聴覚が鋭く。 普通の人には聞こえない高い音の笛で連絡を取り合う。一方で泳げず寒さには弱い。そのため冬は海岸沿いに避難する。安林の魔界や禁じられた山に入ることはタブーとされている。海沿いに住む民、謎が多いと言われる。ツルツルでヌメヌメした皮膚と水かきを持っており、水がないと生きることができない。一方で泳ぎは非常に神み手。現在、 銀色のアンブレー族、緑色のフィスク族、青色のパンデリス族の三部族からなる。千年間水晶の死と呼ばれる蝶を立てており、初代の水晶の死は毒に詳しいと言われた、ミリル族のオリンであった。オリンは、ミリル族を水晶の詩の先人役とし、残りの三部族から出た候補者の中から、先人役が水晶の詩を選ぶという決まりを作った、ものの、 300年前のゼバックの信仰によりミリル族は全滅。そこで当時、ゼバックと戦っていたジラーの先祖のリースが推奨の死を選出。彼の子孫のリンの民が千人役となる決まりとなった。千人役は命の危機にさらされるものの、リンの民はマリスの民に海岸の警備をしてもらっているということもあり、持ちつもたれつという関係とされている。 ンの民らの昔からの宿敵の国。荒れ地と高い壁に囲まれた大きい都であり、英兵が支配している。平民はミと呼ばれ、奴隷と一緒に仕事をさせられるなど、残酷な扱いを受けている。大昔に黄金の谷の住民を連れてきて、奴隷としたが、300年前に奴隷の中で屈強な人々の記憶を消して兵力に、 しようとしたところ、戦地で反乱されてンに定住されてしまった。一方で弱い者らは、ゼバックに残り、絹エに自分らの歴史を描いて残しているが、年々人が減っており、シエリーと二人の孫が最後に残ったものであった。ありがとうございます。